マジシャンをやら,やらせていただいてましてリアンという名前でマジシャンをやらせてあそうなんだですかでそのことをこれは使いたくなかったんですけど最後までできればちょっと最終手段としておなるほどねあのこ手品が良かったら100万円チャンス <laughs> <laughs> 突然手品を始める志願者 <laughs> <laughs> じゃない,いいじゃない <laughs> いきます あ,ありましたら岩井さんをはいはいこっち側で見ていただけたらはい,い,い終わりましたマジックは岩井さんのリアクション込みだと点数上がるんだよなはい皆さんにまず見てもらいたいのがこのトランプなんですけどこれ見える方います<え>たまに頭おかしくて見えるって人いるんですけどあ,ありがとうございます笑ってくれて <laughs> じゃあこの中から1枚カードを引いてください <laughs> はい引いてもらってそのカード見て覚えてください、はい、覚えました そしたら裏向きにしてこの中に入れちゃってくださいはいあ,ありがとうございます,いますそしたらこのカード見えないですよね <laughs> どうにかして見えるようにしてんです <laughs> あライターって使い方わかりますかはい大丈夫ですあじゃあこのライターで <laughs> これで今カードが具現化されました <laughs> ちなみに選んでいただいたカードは <laughs> えわかんないえは 何のマークと数字何の。マークで、何の数字でしたか。あじゃ、ダイヤの七で。<laughs> ダイヤの七でしたね。はい、今、カードがあります。こちら全部こんな感じになる、あるんですけど。一枚だけ、裏向いてるカードです、えー、じゃ、これ引いてもらって、まだ見ないでください。選んでもらったカードは、ダイヤの7せーの。はい。ああ。 んであれめっちゃテンション上がってるじゃないですか。んで分かるええ、かんないです。え、すごい、すごい、すごい。僕、一番間近で見てたんですけど、全然わかんない。いや、高橋さんが本当にちゃんと喋るかどうかが一番ドキドキしましたけど、え、んであれ人生でマジックしなかった、一番反応大きかったです。いや、そうなんですよ。マジックのリアクション芸人なんですよね。そうなんですよ だけど、すごいよね。すごいですね。なんだ